私はウータイ暫定政府の精鋭部隊マテリアハンターのユフィ。ジャッジ暴虐のシンナカンパニーより究極マテリア奪取。ウータイの本気を示すため越冬よりやってきた。英雄アバランチよ、協力に感謝する。よろしくね。Thank you.
襲われなかった？爆破の影響でモンスターが騒いで軍隊が噛んでるなら現在5番マッコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番マッコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。来た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 アバランチの仕業やるね。いいね、私も負けないぞ。ユーフィユーイエスモーグリ、あんたはアバランチ。俺はジージェ、ついてきな。お、待ってよ。アバランチ、ジージェ、なんで迎えに来ないの？ウノシューはみんな優秀な選手だって聞いてたから。優秀でも選手でも一案内はいるよ。っていうか、ウノシューって？ウノシューは君たちのこと、まあ暗号だ。それにしても子供が来るとはな。蹴るぞこら、バカにするな。可愛いって意味だよ。はあ、そんなんで喜ぶか、舐めてるだろ。絡むね。舐められたら終わりだから。ここだ、さあ入って。ニュースを見る限り捕まっておる。ナブさんたち帰ってきたら打ち上げっすよね。人生の気が楽しみ。ウェッジにはあげない。ビリーボート、ポルコだ。そしてナヨ。私はウータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユーフィー。ジャチ暴虐の神羅カンパニーより究極マテリア奪取、ウータイの本気を示すため遠方よりやってきた。盟友アバランチを強力に感謝する。よろしくね。元気いいね。そりゃもちろん。ねえ、私の相棒のソノンはもうついてる？ああ、3日前にね。今は外出中、毎日楽しんでるみたい。なーにー。ねえユヒ、荷物は？そんなのないよ。忍びの末裔が大荷物なんて恥だからね。ねえ、これ食べて。ウータイ名物ダチャオ豆。これ食べ物なのかい？すごいな。忍び、恐るべし。じゃあユフィ、ここでソモンを待ってくれ。俺は出かけてくる。君たちの ID カードが調達できそうなんだ。だったら私も行く。いや、一人がいい。君はトラブルの匂いがする。
大変だったんでしょ。ゆっくりしたら。こんなざわざわした町で無理無理。あのさ、究極マテリアってどこにあんの？死んだビルの中のどこ？それはね、実は正確な場所まではつかめていないの。でもね、シンラカンパニーの中ではマテリアは兵器扱いなの。だから兵器開発部門は扱っているはず。その部署は地下にあるから。なるほど、究極マテリアはシンラビルの地下にある。究極マテリアちゃん、待っててね。無理は禁物。いい？シンラビルがどこにあるかは。そうね、ビリーボーに聞いてみて。ハンガー。それよりさ、究極マテリアはシンラビルの中なんでしょ。シンラビルってどこ？気持ちいいくらい何も知らないな、君は。ごめんごめん。知ってるだろうけど、今いるスラムの上にグレートっていう街が広がってるんだ。死んだビルはその中心にドーンとそびえ立ってる。ああ、あれね。そうだと思った。死んだビルに入るにはまずプレートに登る必要があるんだけど、その辺りの手順はボルコから聞いてよ。落ち着かないね。作戦のことを確認したいんだけど、例えばプレートの行き方とか。それな、 ID さえあれば駅から列車に乗ってなんてことなく到着だ。でもほら、今街が騒がしいだろ。全体の警戒レベルも上がってしまった。だから少し落ち着くまで様子見。それが僕たちのおすすめかな。様子見なんて罰ゲームだよ。シンラを甘く見ちゃダメだよ。ただいま。おかえり様、ユフィがお待ちかねだよ。遅い。ごめんごめん。父上に似ていないと思ってね。はじめまして、ユフィ。俺はソノン草壁。五道様から直接憲法の指導を。あんな奴の話はいいから。それよりさ、町に馴染んでるって？大人の街で遊んでるって？辛いのや苦いの食べてるんでしょ。私の相棒が親父みたいだと最悪だからね。ところでさ、亀道楽は行ったの？ミッドガル堕落作戦の話は別、全然手伝うから。ほら、私もそろそろ大人だし。恐ろしいスピードで誤解してるな。堕落作戦は楽しそうだけど知らないな。あ、とにかくよろしく、ユーフィー先輩。先輩？私が？俺の方がずっと年上だけど、特殊部隊に入ったのは君が先だからね。あら？そう？先輩か。いいね。私いつも10個枠だから。究極マテリアを手に入れて亀道楽でお祝いだ。ああ、ハット。物が完成したってさ。受け渡しは物資保管区の倉庫。ユフィ、ソノン、付き合ってくれる？もちろん。街を歩いて敵のこと知っておかなくちゃ。危険なところを通るから準備はしっかりね。外で待ってる。支度が終わったら声をかけて。了解。準備は万端？じゃあ行こっか。私についてきて。なよ、どこ行くんだ？ ID の受け取り。あなたたちの身分証明書ね。ちいちゃんも ID を受け取るって言ってたけど。それは別の ID ね。この町で生きるにはいくつもの ID が必要なの。シンラのシンラによるシンラのための町だから。シン逃亡！ユフィ先輩、
他人の家では猫かぶれだよ。いやユフィ、スラムの感想は？人が多い。イラッとする。あと変わる言葉。匂いが独特。進路で成り上がったって。匂いは確かにね。憧れちゃう。でもすぐに慣れたな。人の多さもすぐ慣れる。この町の包容力はすごいから。え？気になる言い方。ナヨ、ミトガルが好きみたい。ぶっ壊しちゃうんでしょ？私たちの敵はシンラカンパニー。ウの州と一致してるのは運転だけかも。でもさ、ニュースで見たよ。マコールが爆発したって聞かれて事故じゃない。アバランチがやったの。ごめん。どうしたの？あれ、分派の連中。分派って方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。お疲れ。派手に決めたな。これで5番マコーロも、あれ、クロウ、はぐれちまった。おいおい、クラウド、大丈夫だよね？決まってんだろ。あれぐらいのピンチ、難なく切り抜けるさ。自慢話一丁追加ってなもんだ。うん、そうだね。それにしてもプレジデントの野郎、俺たちがウータイの手先だ。バカにしやって。アバランチは誰の手先でも。誰と？おっと、気になる情報がある。ウォールマーケットのドン・コルネオが手下を使ってあんたを探してるらしい。え？コルネオが？こっちはな、シンラを相手にしてるんだ。しょっぱいチンピラなんかほっとけ。ティガ、俺たちはこの後も走り続けるだろ。そのためにも今は休んでくれ。うん。私、やっぱり調べてみるね。気をつけろよ。マコールは彼らの仕事よ。もう、挨拶しとく？いや、やめておこう。あの連中、もうシンラにマークされているかもしれない。近づかない方がいい。うん、私もそう思う。うん、うわ、セブンが開いてない。分派の連中はね、シンラとガチで戦うつもりなの。いわゆる武道路線。いいじゃん。ナヨたちも違うの？私たちの目的はシンラカンパニーとミッドガンを解放すること。だからたとえそのためでも市民の生活は大切にしないとね。街を壊すのは違うと信じてる。ウータイはやられたよ。だからこのままじゃ終われない。それは知ってる。君たちはよく我々を受け入れて。この協力体制は未来への架け橋になる。そう判断したの。我々を分派と組ませたら大変なことになる。そういう判断じゃないのかな。この話後にしない？じっくり話して理解し合おうよ。うん、後にしよう。あとあと。ねえ、究極マテリアってどんなもの？シンラから盗んでどうするつもり？どうするって、マテリアがあれば強いじゃん。究極マテリアだからきっと究極に強いよ。なるほど。楽しみ。補足すると、我々がシンラの拠点に潜り込んで最新の研究成果を奪取すれば、シンラにとっては屈辱的なその事実をもってして、ウータイは侮れないという印象を連中に植え付けることになる。だよね、先輩？そうそう。あれ、見ろ。
なあなあ、町のビューティーさん、一攫千金のチャンスだよ。応募資格はそのルックス。いやあなたが持つ美貌で稼いでみませんか。ほら、素通りすんな。子供はあっち向いてて。はい、ゴミは塞いでねっと。ウォールマーケットの豪邸で悠々自適な暮らしが。もしかしてコルネオのお嫁さん探し。あなたは何に推薦人。あった、話が早い。俺は推薦人の助手。仲良くしといて損はない。何するの。話しなさい。悪いよね。子供舐めるな。アンド、私は子供じゃない。それに私だってビューティーだ。まずいことになったぞ、ビューティーガール。お望み通り、子供は使いはしまいだ。うぅ、大暴れの巻き。やつね、そりゃ。うぅ、意外と頑張るな。この鍵を舐められたら終わりよ。兄貴、兄貴、とんでもないビューティーを確保しました。本当か。こう、こう、そんでもって、こうよ。姉ちゃんたち、ごめんな。俺、妥協しすぎだったわ。行くぞ。あらよ。さっきの何だったの。ドン・コルネオの手下よ。甘い言葉で女の子を騙してウォールマーケットのお屋敷に連れて行くの。コルネオの屋敷を見たよ。悪趣味なのは建物だけじゃないんだな。あら、ソノン詳しい。敵情視察の一環だよ。ここが指定された ID の受け渡し場所。誰が来るの。さあ、前は偽造職人みたいな先輩がいたけど分派の方に行っちゃったの。だから今回は別の偽造屋に頼んだ。ねえねえ、あの人どうしたの。魔鋼中毒、ソルジャーのあり損ない、あるいは慣れの果てだという者もいる。どっちにしても神羅の犠牲者だ。また神羅か。神羅め。神羅にクレームを入れるなら、これが必要かもな。上の越境用 ID だ。列車の中でスキャンされるから肌身離さず持ってろよ。ありがとね。ちょっと待って、食べてみて。おいしいよ。固っ。みんな軟着だね。じゃあアジトへ戻ってジージェを待とう。ID が揃ったらいよいよ作戦開始。先輩、マコーロが爆破されて町の状況は一変。ナヨたちに協力してもらって警備状況だけでも把握しておかないと。なあ、下で待つ、急がれたし、ジージェ。予定変更？支柱とは？スラムの屋根を支える大きな柱。案内するね。急がれたしか。嫌な予感がするな。ちょうど
ど、ここまでゆっくりしすぎ。やっぱりユーフィーはせっかちなの。そう、ウータイには珍しいタイプだね。突然変異かもしれない。本当に帰ってねえな。おお、それかっこいい。シンダも黙ってないよ。昨日のテレビ見たか。もうすぐだよ。あ、ジージャだ。ああ、ちょっと待って。おいお前、聞いてるのか。おい、うん、あ、モグリ、うん、待て、追いかけよう。ジージェのこと頼んでいい？私は戻ってみんなに知らせなくちゃ。 あっちだ。先輩、必要なものがあれば町を離れる前に準備しておく。ジージェってば、何かやらかしたのかな。俺たちのためにお茶をしたことない。責任感じるな。さあ、先輩、舞台と組んでる。もう逃げ場はないぞ。いえ、どこまで知っている。行ったら命はないんだろ。なに、王女。わあ、もしかしてじいちゃんもウータイ出身？感心してる場合じゃないよ。持っていたよりまずい状況だ。急ごう。了解、我々も合流する。
3番がメインピラー整備場付近で例の男を確保。俺たちも向かうぞ。メインピラー整備場？そんな奥まで入り込まれたか。まったく。行くぞ。あとつけよ。ちょっと待て先輩。あの辺りです。なるほど。すごい。よっ。メインピラー整備場だろうね。ウキ、兵士だらけ。そりゃそうだろうな。それにしてもこの設備、整備場というより兵器工場だな。先輩、今度はしくじらないでくれ。じいじの命まで。了解。さあ、接触した社員の名を言え。はい、確かハイデッカ。ふざけるな。もう一度聞くぞ。分かった、ちゃんと答える。ルーファウスだ。なるほど。北条だったかも。へえ、意外とやるね、ジージェ。行きますか、先輩。もちろん。俺が敵を引きつける。その隙に先輩はジージェ。陽動作戦だね、いいじゃん。でも目立つのはこの私。おい、そこの悪党ども。なんだ、誰だ。聞いてくれました。ある時は美少女忍者、ある時は凄腕マテリアハンター。果たしてその正体は。さあ一度注目。この私こそが、
先輩、派手にやりすぎ。なんだ貴様ら。ムートイ、敵と遭遇、応援を要請する。忍びの底力だな。うん、ありがとう、助かった。わどんなもんだ。早速だけど、これ死んだビルの中で使う社員用の ID カードだ。これを使って地下に行ってくれ。地下には兵器開発部門のラボがあって、その中にマテリア研究フロアが。究極マテリアがあるとすれば、そのどこかだろう。分かった。さあ急いだ方がいい。シンナが何か大きな作戦を実行に移すらしい。七番街を破壊し尽くすなんて噂もある。なんであれ巻き込まれないように急いだ方がいい。俺は仲間に知らせに行く。成功を祈る。また会おう。今度は俺がおごるよ。ウータイ流の乾杯を教えてやる。いいね。あ、七番街の噂、クンパにも伝えてね。了解。さあ先輩、スラムに長居は無用らしい。準備を整えたら駅へ行こう。じゃあ。やり残したことはないか。もう後戻りはできないぞ。よし、じゃあ行きますか。うわぁ、何これ。現在、鉄道は5番マコーロの事故を受け、本数を減らして運行しております。また、5番街スラム駅には停車いたしませんので、あらかじめご了承ください。分派のせいで列車の本数が減ってるんだ。次のを逃したらしばらく上を向ける。無理して乗った方がいいぞ。はい、どうぞ。じゃあ、行ってらっしゃい。慌ただしくてごめんね。Thank you.
ち悪い。寮のか。立っていたら大丈夫のはずなんだけど。笑うな。メルフィーも乗り物には弱かった。船、チョコボ、列車も多分ダメだな。メルフィーって？確かに妹だ。二人で一緒に五道様に指示していたんだ。俺より才能があった。私は妹じゃない。進捗はどうだ？タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し。いや、中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹を振りたまえ。行き先は地下、兵器開発。下へ参ります。ドアが閉まります。ったく、とんだとばっちりね。うん、うーたいも姑息よね。アバランチなんかと手を組んでこそこそ攻撃してくるな。巨人は誇り高いと聞いていたけど、それは昔の話みたいね。今のウータイさんは神羅にたかる虫みたいなものよ。ねえ、あなたたちもそうは思わない？思います。そうですね。兵器の実験台になってもらうわ。
あの女は兵器開発部門のスカーレット、メルフィーを殺した兵器を作った情報に。落ち着いて、サナ。落ち着こう。私たち何しに来た？先輩、すまない。いいよ、ムカつくのは私も同じ。究極マテリアンの子まで案内させればよかったよ。どこに案内する気だ？言ってやろうじゃないの。マテリア研究フロアだよね。待ってろ、マテリアちゃん。満々だ。そう、私は親父とは違うから。あのクータラと違っていつでもやる気満々。五道様はどうしてるの？牢屋の中。暫定して投獄されたよ。せっかくだから頭冷やせばいいんだ。俺の師匠だ。あまり悪く言わないでくれ。うん、そうだね。やめよ、こんな話。私もムカつくだけだよ。それより、田舎者の話じゃない。おしゃべりはそこまでは。実験を始めましょう。まさかとは思う。こんなところで死なないでちょうだいね。セルサ人機動官は戦闘データの収集を開始します。あっ、思ってたよりあるじゃない。どうぞ先に進んで。ムカつく。てか、どうやって登ればいいのさ。よしよし、いい感じ。サナ、足場になってくんない？はいはい。探りなさい。はっ。さっきの見たでしょ。こんなところまでのこのこやってきたおバカさんにしては動きに隙がなかった。ウータイの忍び、まだ起こさなくて。面白いことになりそうじゃない。存分にもてなしてあげましょう。私はお馬さんの整備状況を確認してくるわ。後で報告お願いね。はっ。開発エリアのメインシステムをダウン。機密情報へのアクセスを制限しつつ、復帰経路から奴らの目的を探る。各員、侵入者の監視を再開しろ。はっ。マテリアどこだ？重点開始。防護策を
あのさ、その…なんだ？ナヨが言ってたの。どういうの？この協力体制は未来へ駆け足になる。俺たちと、ナヨの力が違う。本来、いつか対立することになるかもしれない。でもその時、俺たちの個人的なつながりが衝突を回避する役に立つかもしれない。そういうことだと思った。だと思った。先輩が来る前に観察してたのは、リーダーの選び方、労働者の俺たちとは見てる世界が違う。ソノンにはどんな世界なの？どっち、先輩、落ち着こう。あ、そうだ、豆。ダチョウ豆ある？あるけど、うん、噛める？当たり前だよ。は、嬉しいよ、ゾノ。わかる。私たち、東京の仲間だ。ああ、強い。下にあった装置より大掛かりだな。ってことは、これが究極マテリア？だ。ああ、いやな。電気。メインシステムレベル3起動。マクロエネルギー充電開始。防護柵を展開します。性が見られないため断言はできませんが、どうやらマテリアを探しているようです。マテリア？そんなもののために敵地のど真ん中までやってきたっていうの？今のところそのようにしか。つまらないお返事。まあ、今通信をつないでちょうだい。はっ。ご主人家族知らん。この手が驚いてもらってこういうのは。ねえ、せっかくここまで来たんだもん。もう少し私と遊んでいくかな。ホログラムなんかよりも面白いものを見せてあげる。何が目的だ？よう、どん、そんなに怖い顔しないで。そうね、あなたたちの探し物もこの先にあるんじゃないかしら。
待ってるわよ。先輩、どうする？罠だよね、分かってるよ。でも、行くしかないでしょ。先輩もな。クリア。テストを継続します。検証に使用する個体を選択してください。よっ。受け付け完了。検証個体のセットアップを開始します。Yeah.
てろ。何をしている？何してるの？データを取って画像空間で俺を再現する気だ。準備よし、転送開始。
相変わらず神羅は愚かだね。兄さんを再現するなんて無理なのに。お前はお楽しみか。ああ、久しぶりに勝っていいって。いえ。何をした？さっきから怒鳴ってばかり。それが雨帯流。そうの、もういいよ。それよりおばさん、究極マテリアはどこ？知ってるよ。無理くり強力なマテリアを作ったんでしょ。へえ、なかなかいい情報も持ってるわね。それとも内通者がいるのかしら。何？ちょっと見てくれ。すぐ戻ってよ。確かにゴージャスなマテリアを作る準備はしてきたわ。でもまだできてないの。嘘、騙されるもんか。本当よ。他の仕事で忙しくなって実験を延期したの。他の仕事？ここだけの話、私たち7番プレートを落とすの。ムータイとアバランチの犯行に見せかけて。何それ、プレートを落とす？は？何？あら、お友達が戦ってるみたいよ。火星に行かなくていいの？急ぎなさい。
自由に。対象の侵入を確認。これよりズビエータの戦闘テストを開始する。そんなものはない。ディープ何？僕と兄さんの遊び。そこどいてくれない？ダメらしいね。血を聞いてみただけ。さあ楽しみましょうか。死んだって変なやつしかいないの？油断するな。邪魔をするのは。そんな。さあ続けましょう。逃げるぞ。
させてください。痛みを、死を。先輩、ここで決めよう。任せなさい。お疲れのところなんですけど、急いで脱出しないと。ちょっと休憩しない？おぶろうか？結構です。
どう？なんだよ、ダメなんだ、妹じゃないって。ねえ、バレット、歩くしかないのかな。おうよ。かなり遠いよね、カーム。あ、だいたい1日ってところだな。あのね、私のお母さん、1日って言ったらそれ朝から夜眠るまでなの。私は1日って言われたら朝から次の朝まで思い浮かべる。バレットはどっち？俺はエルミナ派だ。よかった。いいかな。クラウド、お前は朝から晩までまるっと歩くなんて何でもねえだろ。当然経験ありだ。まあな、ただし十分な休息が条件だ。特にあんたには。んなことは分かってる。ま、知らねえ道は不安だろうが、リーダーの俺にドーンと回しとけ。頼もしい。おうよ。よし、とりあえず全員止まれ。思いっきり深呼吸。やっぱりやめとけ。もっと離れねえとな。うまい空気はお預けだ。さらばミッドガルだね。
タラタラタラタッタッタタッタラタッタッタタッタラタッタッタッタ。屋根ないね。平気なのか。あれ急に不安。そりゃ腹が減ったせいだ。急ぐぞ。ご無沙汰してます。久しぶり。元気だった？ごめん悪い。エアリス。